ミラー誰？はい、ということで誰かいますね、おっさんみたいな人が。うん、ゲストの皆様こんばんは、オラケンです。今回のホラーゲームはエミリーという主人公が新居生活をするホラーゲーム、実況していこうかなと思います。そこの新居で怪しいことがどんどん起きるんだろうけど、まあこの洗面所のミラーとか怪しいよね。え、急にシリー参戦してきたぞミラーにシリーが来た。行きましょう。うん、どういうホラーゲームなんだろう。新居生活でワクワクなエミリーちゃんはどうなってくんでしょうね。うん、エミリーって言えばね、あのピザ配達をね思い出しますが、あれはトラウマだねはい。うん、すごい綺麗、めっちゃ部屋綺麗じゃない。うん、なんトラックの、あ、そういうことか、これ多分ネズミが今おったんだね。うん、段ボールの開封がすごい大変だったみたいなの書かれてますね。うん、多分引っ越し業者のトラックが去ったような音なのかな、さっきのは。はい、で、あー、なるほど、これあれだ、不動産屋かなんかがすごい安売り物件をおすすめして、その安く買ってしまったってことかな、この家を。多分そうだね。あ、動ける？動けるね。あそこの隙間怖え。これなんか来そうじゃない？うん、ね、アロンアルファかなんかで詰めとこよ、ここ。うん、あ、洗濯機やるね。ランドリーか。おお、ラジオが。あ、これ、そう、わしづかめる。うん、あ、止められるね。ん？はい。あ、なるほどね。ご飯食べるのよ、これ。うん、あ、これか。はい。これ、わしづかむの、また。このピザをわしづかめにするぞーみたいな状況だよね、これ。食べましょうか。おー。うん。で、あ、すごい、うわ、すごい、クリスピータイプめっちゃカリッカリだよ、これ。うん、引っ越し作業が終わるまでここに置いてあったの。はい、いきます。うん。これね。おー。誰？うん。挙動死んだね。うん、なんかあったのかな、外で。帰って。焦ってる音が立ってる。うん、汗がすごいかいてる。これ、主人公の知り合いではないってことはもうわかるよね。うん。すごい、挙動死んだし、言葉も詰まり詰まりだね。何があったんだ？向かいに住んでる人だって。うん。I'm Emily! うん。自己紹介を終えましたね。散らかってますが、こんなに早く訪問者が来るとは思わなかった。うん。向こうの人も一応会話成立してるね。ちょっと待って、キモい唐突に申し訳ないけど、これなんか窓越しから主人公がピザ食ってるのを見えて挨拶しようと思ったらしい。ちょっと気持ち悪いな。うん、なんでそんな細かく言うの猫の挙動不審でしょ？怪しいね。ショットガンかなんかで撃った方がいいよね、これ。うと、うん、主人公の後ろを確認してんのかな。多分そうだろうね。うん。なんで一人かって聞くの？あなた一人ですか？一人で住んでんの？みたいな。うん。これおかしいね。これは心の声か？うん。すごい、隣人は不思議な人なの。うん。一応答えるんだね。そうだよっていうふうに。うん。不動産屋があなたに、前に住んでた人のことを教えてくれたっていうふうに書いてあるね。なんかね、心理的貸し物件だったら報告の義務があるからね。うん、主人公は聞いてない。うん。いや、気にしないで。今の忘れて。忘れられるか。うわ、逃げた。すごい、自動扉だね。うん。なんだったんでしょうね。うん。自分のことを窓から見てたんだよ。それおかしいよ。はい。うん。隣人は気にしないで、もうリラックスしましょう。テレビを見るっぽいね。カーテンを買うっていう風に書いてあるな。カーテン、後に買いましょう。どっから見てたの？ここか！キモ。こっから覗いて挨拶しようと思ったんでしょ？やばいな。あ、ドミノピザだ。うん。で、広くないここのどっちり。自己物件どころじゃん。大草原が広がってる、ここ。なんだこの地域は。うん。テレビここに置くの？うん。何もできないね。これ、またかけられる？あ、もういけないね。うん。あ、テレビ見んじゃないのこれ。あ、いける。
で、おお、怖え。どんな番組見てんの？消せるこれ。無理だね。うん、この缶も周り見渡せるよ。なんか来そうだな。うん？電話だよ。降りれるこれ。無理だね。お、うん、行きましょう。こんな時間に電話が。うん？どっから乗ってんの？ここ？うん。あ、これだ。結構古めの電話だね。電話しよう。うん、腐ったソーセージみたいな受話器だな。なんか怪しい人から電話来てるこれ。え？さっきの隣人とは違う声だから、俺、あの隣人がさ、おかしな行動を取っていくのかなと思ったけど、違うっぽいね、これ。うん。誰でしょう？忘れよう。うわ！隣人だよね、今。やられたの？うん。何やったのこれ。電話しなくていいのかな？大丈夫？トム。トムかわからないけど大丈夫、トム。うん。でも主人公寝る準備をしようとしてるね。もうそれより眠いって言ってるから。あのおっさんほっといて寝んの？大丈夫？いけないこれ。無理かな？いけないね。完全にこの主人公の人生設計の中にあの隣人の安否が除外されてる。うん。寝室だよね、これが。その前に歯磨くとか？これだ！絶対これ！うおー、びっくりした！頭に箸刺さってる。大丈夫？ちゃんと一膳刺さってるよ。うん。で？おー、開くんだ。歯を磨くのね。来るじゃんこれ。ああちゃんと向ける。すごい。視点しか動かないね。うん、ここが怪しい。はい。これで？ん？ブクブクしないの？これブクブクしないの？うわー、ブクブクした。ちょっと待って。歯ブラシブクブクしないで、しかも歯ブラシもなんか洗わずに戻したよ、この主人公。それが一番衝撃だった。うん。後ろにいましたね、今。ちょっともう、どうなっちゃうの？うん。寝るのね。もう寝ることに必死だな。これまた。あ、でも、できるわ。ん？顔洗うのかな？うん。曇ったよ。うん。来るじゃん、また。おい！やめろ、お前！うん。すごい。なかなか肝めのエスコートみたいな体制してたよね、あの人。うん。で、主人公まだ平静を保ってるからね。私は疲れてるだけです、みたいな。すごいな。戻りましょうか？いけるね。ここは？仕事部屋か。これできないね。結構昔のお話なのかな？うん。電話も古いし、パソコンも古めだからね。これは？いいか。では、寝に行きましょうか。ここね。え？ああ。うん。寝方が面白かったよ。さあ、どうなる？うん。スタンドアップ。起きれるの？これ。あ、起きれる。なにこれ？え？たまるよ。ん？どういうこと？これ、どうすんの？うん。あ。え？いい。何これ？つかまれちゃった。うん。うん、キミヤの夢は見たんだね。なんか物音しない？あ、やっぱり。ノックオンだって。来るぞ、これ。ライトは？あ、つかない。うわ、来た！
そっからか。オーケー。うん。これ朝になったら修理屋に電話するっぽいね。扉の。どんだけ気をそらそうとしてんの。うん。おかしいね、これ。立て付けが、おかしくなってる。うん。お風呂入んないのかな？はい。なんか映ってるわけじゃないね。うん。外も誰もいない。何もできないか。行きましょう。うん。仕事部屋も誰もいない。外もいないね。そして大草原。めちゃめちゃ大草原が広がってる。ノックオンだからね、ここじゃないの。あそこの洗面所からノックオンしちゃうのかな。ここいないね。うん、何をすんだ。ちょっと指示を逃しました。あ、お手、おい、なんだお前。うん、いや、どういう状況なのこれ。これで、いやいやいや、何してんのお兄さん。これ襲われないよまだ。いやいやいや、何なのこれ。話せる？無理だね。お兄さん、スパイダーマンみたいなポーズしないで。ね、どうすんのこれ。ん？あ、テレビね。ん？止められる？止められない。来てる！え？ムービーになっちゃった。どうすんのこれ。ルイージル？マリアのなんかちょっと何トーンが高いバージョンの声聞こえましたね、今。うん。Where am I？これ主人公っぽいね。あの、向こうに映ってんの。うん。あ、違うか。え？また違う人だ。うん。主人公の声届いてない。うん。こっから出して。どうすんの？誰だよ、お前。え？何だったね今の。うん。あ、終わった終わった。ミラーミラー。うん。あ、ミラーミラーなんだこれ。はい。皆さんどう思いましたか。結局これ主人公は鏡の中に閉じ込められてしまったっていうオチなのかな。うん。どうなるんだろう。あの最後に映った鏡の向こう側の女性は主人公の後に住んだ人なのかな。うん、あの人もまた格安でね売られたのかもしれない。で、なんで向こう側の世界からあいつが襲ってきたんだまた。うん、よくわかんねえな。皆さんどう思いましたか。うん、エンドロール終わるかな。エンドロね、あの曲怖いからちょっとオフにしてます。うん、違う音にしてるかな。うん、この曲ね、なんか著作権がこういうパターンだから、切っときますね。うん、終わった。はい、ということで皆様、ここでご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ちょっと短めでありますが、今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。では、また次回でお会いしましょう。バイバイ。